興味気になってると思いますが、お前問題ね。ちょっとだけ僕も補足というか思いというかちょっと伝えさせていただきたいなと思いまして、皆さん感じていると思いますけども、感じていらっしゃると思いますけども、ルナック監督は決してそんなつもりでもちろん言ってないですっていうのは、僕たまたまだから、ルナック監督はそういったことをおっしゃったのすぐ近くにいたのこれ遡ることあれね、5月ぐらいの話なんですよ。ドラゴンズの選手が練習しているとき、ダグアウトに監督がいて、で報道陣の方がずーっと囲んで雑談する時間があるんですよ。例えばそれはね、プライベートまで行かないけど野球外のことで喋ってたりするときもあります。で、一連の流れの中でもっとあの時5月だからひょっとしたら貯金があったりこうかもしれない、ね、そんな時にもっとまあどうかな、お前ってもやってみるぐらいの感じで軽くおっしゃったことなんですよ。もちろんもちろん、で僕は別にここに弁護士さんどうって話じゃないけども、とにかく僕らは与田監督信じてついていくしかないんで、ね、本当にその程度のことが違う形で、この日の思ったとは思っていたこととは違う形でこの中で広がってしまったことが今、現状なんです。ただ単にそれだけのこと、はい、僕は本当に間近で聞いてたんで、この時の話を聞いて、ね、ちょっと弱いけど、ちょっと皆さんここにいらっしゃる方だけでもぜひ信じてください。次第です。一緒にね、信じて最後まで応援していきましょうよ。ぜひよろしくお願いします。